ビリャ広場は、スペイン、マドリードのセントロにある、小さな広場。広場の北をマヨール通りが接する。ルハーネスの塔、シスネーロスの家、カサデラビリャといった、異なる時代に異なる様式で建てられた歴史的、建築物に囲まれている。ルハーネスの塔、シスネーロスの家、カサデラ、ビリャア,アルバロデバ山像、ビリャ広場は中世マドリード有数の広場の一つで、マドリードに入る。 主要門であった、グワダラハーラ門とベガ門の中間地点にあった。表通りに面して立っていたサンサルバドール教会に、ちなみサンサルバドール広場と呼ばれていたが、現在教会の場所には、マドリード視聴者分室があり、王子の記憶を留めるのは、プラークのみである。15世紀、マドリードの町が、カスティーリャエンリケ4世から、 高貴なる王の村という称号を授けられたことにより、広場はビリャ広場と呼ばれるようになった。ゴシックイコールームデハル様式の塔と、邸宅からなる。15世紀に建てられた、アラゴン人号ショールハーネスの家で、市内最古の建物の一つである。言い伝えでは、パビアの戦いで捕虜となったフランス王フランソワ一世が、塔に住まわされていたとされる。1537年。 プラテレスク様式で建てられた邸宅。シスネロス数機教の甥い、ベニートが暮らしていたため、この名がついた。広場に面したファサード部分は、20世紀に家の所有者となったマドリード市によって、視聴者との調和を図るため改修された。言い伝えによると、フェリペ2世の秘書アントニオ・ペレスはこの邸宅に、監禁されていた。首相を務めたラモン・マリア・ナルバイスは、 退陣後にこの邸宅で暮らした。かつては、バリエ公爵の邸宅があった場所で、現在の視聴者建物はファ、フアンゴメスデモラの設計で1693年に完成した。2007年11月より、マドリード市長や本庁舎は、シベーレス広場に面した、コムニカシオネス宮殿へ移転したため、この建物はもっぱら分室機能だけとなっている。 1888年、巧妙な軍人、アルバロデ・バサンの没後300年を記念して、市は、バサン像の設置を決定した。実際に設置されたのは1891年である。台座の正面には、彼の名前が、後方には、ロペデ・ベガによる、追悼文が刻まれている。ありがとうございます。